先週は地元フランスのファンから大きな喝采を浴びたブライアン・ジュベール。このロシアで見据えるものはもちろん2週連続の頂点とグランプリファイナルへの切符です。このショートプログラムでは力強くジェームズ・ボンドを演じます。氷上のサイボーグ、ブライアン・ジュベール。鍛え抜かれた肉体から繰り出される力強く正確な演技で世界トップレベルに上り詰めたフランスのエース。地元フランス大会ではショート・フリーともに1位、圧倒的な強さを見せ見事優勝を果たした。グランプリファイナル出場をかけ2大会連続優勝を狙う。フランス大会を圧倒的な強さで制したブライアン・ジュベール。ショートプログラム曲は映画 007 ダイ・アナザー・デイより。とにかく力強い演技でフランスでは他を圧倒しました。最初は4回転3回転のコンビネーション。4回転のトーループ3回転のトーループ、はい、なんとかここは決めてきました。次はトリプルアクセル。トリプルアクセル、ちょっと着氷乱れましたか。はい、フランス大会ではジャンプはこのショートプログラムノーミスでした。完璧な演技で地元の大会を制したこのジュベールがジェームズ・ボンドを力強く演じます。トリプルフリップ、これは綺麗に決めてきました。やはりこの人を見ていると力強さというのを感じますよね。そうですね、はい、このプログラムは昨年のオリンピックの時に使ったプログラム、はい、本当に滑りやすそうに滑ってますね。背中にも007の文字、世界選手権の銀メダリスト。4連覇、ステップに入りました。スピンやステップの動きはどうでしょう。そうですね、はい、昨シーズンよりもスピンの練習をかなりしたんじゃないかなと思います、回転速度もすごく良くなってますし、ステップなんかはやはり昨シーズン滑ってたということで楽に滑ってますね、はい、最後のスピンに入りました。このスピンでもフランス大会レベル4を1つ3を2つ取っています。フランスです。ブライアン・ジュベール2週連続優勝に向けてショートプログラム演技を終えました。トリノオリンピックでは6位、惜しくも表彰台は逃しましたが世界選手権で2位、見事銀メダルを獲得したジュベール。4回転トーループ3回転トーループなんですが、はい、3回転のトーループの着氷が詰まってしまいましたよね。もう少し流れれば点数、ね、加点の方にもつながると思うんですが、やはり2週連続調整も難しいんじゃないかなと思います。このトリプルアクセルが、はい、そうですね、飛び上がった時にもう軸がずれてしまったので、彼は力がある選手なので空中でできるだけ戻したという、はい、こういうスピンは本当に良くなったと思います。ここは綺麗に決まりました。そうですね、はい、本当に高さ軸も素晴らしかったと思います。
ブライアン・ジュベール技術点が 41.50、 ここまでで唯一の40点台、そして演技構成点が 36.20。 さあブライアン・ジュベールはジョニー・ウィアーの上を行ったかどうか。ショートプログラム 77.70 はジョニー・ウィアーの上、現時点でトップに立ちました。